コングの復讐は1933年のアメリカ合衆国の映画。同年3月に公開されたキングコングの続編。騒動から1ヶ月が過ぎ、キングコングを連れ込んだデナムは被害を受けたニューヨーク市民から損害賠償を求められ生活が困窮していた。そんな中、デナムと同じく船を差し押さえられ困窮していた。船長のエングルホーンは 岸改正のため彼を誘い東南アジアへ交易の旅に出る。思ったような成果を上げられずにいた二人は、港の酒場で、かつてドクロ島の地図を譲ってもらったヘルストロームに出会う。ヘルストロームから、ドクロ島には原住民の宝が隠されていると聞いた二人は、再びドクロ島に向かう。航海の途中、デナムは、港のサーカスで出会ったヒルダが密航していることを知るが、 引き返すことができないため、彼女の同行を認めた。ヒルダの父は出航の前日、ヘルストロームと口論になり殺害されていたため、二人は、険悪な状態の中で後悔を共にした。ドクロ島に到着したデナムは上陸しようとするが、ヘルストロームに先導された船員たちの反乱に遭い、彼は、ヒルダ、船長、料理番のチャーリーの三人と共に、ボートで船を離れる。 一方、引き返そうとしたヘルストロームも、船員たちに裏切られ、デナムたちに、しぶしぶ合流する。島に上陸した、デナムたちだったが、かつてコングを連れ出したためか島民たちの救いを得る、こともできずにいた。そんな中、島のジャングル内をヒルダと行動を共にする中で、キングコングの息子に出会う。デナムは沼に落ちていたコングを助けた直後に大熊に、襲われるが、 デナムに懐いたコングに助けられた。翌日、デナムは、コングの助けを借りて原住民の宝を発見する。そこに恐竜が現れ二人に襲いかかるが、コングによって撃退される。デナムは船長たちと合流するが、直後に、大地震が発生し、ドクロ島が沈み始める。ヘルストロームは、デナムらを見捨て一人で脱出しようとするが、海流に襲われ、食い殺されてしまう。 ヒルダ、船長、チャーリーの三人はボートに乗り込み無事脱出するが、宝を取ろうとしたデナムは取り残されてしまう。だがコングはデナムを、ドクロ島の頂上へと連れて行き、最後まで彼を助けようとする。そして三人の乗ったボートにデナムを託すと、コングは沈みゆく島と共に運命を共にするのだった。漂流した四人は、ボートは数日後に救助され、その戦場で、 デナムとヒルダは結婚を約束するのだった。カッコ内は日本語吹き替え本作は1933年3月に公開したキングコングの大ヒットを受け制作が決定した作品だが引き続いて脚本を担当したルース・ローズは本作には乗り気ではなく脚本にも力を入れなかった。当初の脚本ではドクロ島沈没の前に原住民との闘争が用意。 されていたが、前作を下回る予算と短期間の撮影スケジュールのため没となった。一方、デナム役のロバート・アームストロングは、デナムのキャラクターを広げることができたとして、本作を好意的に捉えている。本作に登場する、リトルコングは、制作段階では、キコの通称で呼ばれていたが、本編ではこの通称は呼ばれていない。 アップのシーンで登場する、リトルコングの腕は、前作で使用されたキングコングの腕を体毛を、張り替えたものが使用されている。この腕は幻想にしており、映画シアのボブ・バーンズが所有している。特殊効果も、前作と同じく、ウィリス・オブライエンが担当したが、終盤では、ほとんどの仕事を弟子に任せていたという。前作で使用したスティラコサウルスの模型を使用して、 ストップモーションアニメーションの撮影を行っているが、前作よりもその規模は縮小されている。その後、スティラコサウルスの模型は、リメイク版、キング、コングの監督ピーター・ジャクソンが所有している。この他にも、前作で登場したアパトサウルスの模型が、ドクロ島が沈没するシーンに使用されている。本作で、 最終的に制作側が得た利益は13万3000ドルに止まっている。ニューヨークタイムズはいくつかの笑いを含む程度の低いメロドラマと酷評したが、プロデューサーによるコメディのビジョンには議論の余地があると付け加えている。バラエティはフェアなエンターテインメントと批評しており、ロッテントマトズでは支持率40%の低評価となっている。ありがとうございます。